はい、毎度どうも、ひうち丸でございます。こんにちは。今回は注目の欄のところから行ってみましょう。冬の願い事っていうね、新しいのが出てますね。これはどうやら3つのエピック武器の中から1つを選んで、それを大当たりとしてドローを組んでいく感じのね、やつみたいなんです。あとの6個はこうやってね、10に何個かある中から選んで、それでこうエピック武器とともにね、ドローを組んで、これを回すのに結局まあアイテムがいるんで、ログインしてね、今1個もらえるってことなんでもらってみたんですけど、まあこのアイテムを要するに集めていかなきゃならないみたいですね。だから右に書いてあるこのデイリータスクをやるごとにそれが集まるみたいなんで、バトルロイヤルプレイリストでマッチを1回プレイ、バトルロイヤルで10位以内に1回入る、任意のモードで敵を10人倒す、任意のモードで敵を20人倒す、でもってログインと、それで全部で7つ、もらえるみたいなんですね。だから7つだと、これ願い事最初1回叶えると次3回とか6回とか12回とかそういう風な感じで上がっていくだろうから、まあ最後の方にはね、まためんどくさいぐらいの数をね、いっぱい集めないといけないってことになると思うんですけど、まあできるだけやっていきましょうってことでね、まずはマッチでね、普通のね、マッチのフロントライン、ヌークタウンでやっていこうと思います。目指すは敵を10人キルです。なんでいこうかな。もうめんどくさいから、もう RPD でいいかな。RPD でもうバカ落ちしましょう。もうそれでいいでしょう。もう10人ぐらいだったらまあ倒せるじゃないですかね。もうまあ例によって例のごとくね、全部やるとくっそ長いんで、もう短くするためにね、7倍速で今回はやってます。かなり早いですね。まあちょっと酔わないようにね、気をつけてくださいね。まあ毎回言ってるけども、まあこうやってね、頑張ってね、毎回取ってるっていうことをね、ほんと分かってもらえればそれでいいんです。いや今回それでまた一人ね、あの上手い人が いて、もうこう家の奥の方まで入っちゃってるんで、自分はまあ出た人たちを倒したら、たまにこうやって入って倒せればと思ったらこうやってやられるんで、やっぱりまず外の方打ってようかな。まあなぜ10人倒せばいいんでね、まずね。いや家の中にもう入られちゃってるな。はい、タックハイブ開いて、はい勝利と、50対40と、ジジイと。はい、これでね、レーティングは72だったんですけどね、かなり低いですね。もうボンクラな、もう結果ですよ。まあそれはよしとして、まあもらえるもんはもらったんで、それとこのベルがね、いまだにちょっとまだ分かんないんですけど、まあ第2戦と、これでまた10人倒せば20人キルね、いけるんで、今度はスイッチブレードと鎌でいってみようと思います。あら、やられちゃった。いや、よくやられるなぁ。もうまた3回目やられちゃったなぁ。こっちに固まってくる人たちなのかなぁ。もう敵リスの方行ってね、もうめんどくさいでガンガン撃っていくって感じでね。もう鎌で倒したりしてね。いや、まあいつもよりね、お亡くなりになってますね。いや、どれだけやる気のない戦いを。多分ね、もう、あれを見てね、また何回戦うんだよ、もうめんどくせえなーって思ってるんですよ。スノードームっていうんですか、あれ集めるのにね。もう本当にもう毎回毎回ね、なんかいけいけいけってね、なんかチャットで言ってるけど、それいけいけいけって言ってる人がどこにいるのかわかんないっていうね。はい、50対43、GG。で、MVP は一応2回目はね、自分がいただきましたけども、はっきり言ってよくわからないぐらいのね、速さでね、終わっちゃったんでね、どんな風に戦ってね、MVP もらったのやら。はい、レーティングは80、低っ。ねえ、もう低っですよ、本当にね。俺だったら80超えてない。まあ、これで20人倒したんでね、2個もらえましたね。でもって、まあ、戻ってきて見てみると、あとはもうバトルロイヤル関係ですね。
バトルロイヤルのマッチを1回プレイと10位以内に1回入るか、これどうだろう。まあ1回ね、回してみましょう。はい、 AGR556 ファイアフロストを手に入れました。もう1回、もう1回で7個しか手に入らないから、次6個だ。だから2回しか最初回せません。いや、なんだそりゃ。まあ重複がないとはいえ、これはきついぞ。最後まで回せるかな。はい、もう例によって、例のごとくね、もうバトルロイヤルもね、うん、早回しで見てもらいますよ。もうね、めんどくさい。はい、行きましょう。どんどん999かな。あ、それとね、ここでちょっとね、早回し止めます。アリスのね、あの服を取るやつね、あれやっと謎が解けました。うん、あのアンロックっていう風になったらいいって言ってたんですけど、そうじゃなくて、アンロックの後にね、このカードの絵が出たら OK みたいですね。これ前出なかったのに取れましたよね。もうよくわかんないなって感じなんですけど、まあここからはまたね、倍速でいきましょう。はい、999弾切れなんで、刀でバス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 とやって、でもって ICR1 もらって、ハデスもらって、走っていって、ロカスに変えて、いや、まあなんせここは今1回プレイすれば OK っていうのになってるんで、もうこれで1個は確定したんで、もらえるのはね。うん、まあ別に、まあここでなお亡くなりになってもまあいいかなーって感じですね。あ、武器なんか落ちてるのかな。おお、倒した。おっと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 、あじゃーと木に隠れてたんでね、横に寄ってってたらやられちゃいました。 EM2 だからね、3発当たったら死にますね。もうキル数3で終わっちゃいました。10位以内に入れなかったっていうね。でもね、ちょっとだけ上がりました。プロファイルなんですけどね、アイテムはいろいろもらいました。フラッシュバングレネードはこれ違うイベントのやつだけども、まああのね、ドームのやつももらい、スノードームね、もらいましたね、1個ね。うんうん、あのペルが何か分かんないんだよな。はい、次また2回目ね、バトルロイヤル行ってみましょう。今度は10位以内に入らないといけないんで、まあまあとりあえず降りて、うん、また倍速でね、見ていただきましょう。まあ戦ってる内容はね、そんなにもうレベルの高いねことしてるわけじゃないんで、うん、まあまあ早回しでね、いいと思うんでね。ただまあ取ってるっていうことをね、うん、取るためにこうやって頑張って戦ってますよっていうのをね、見てもらえればそれでね。っていうか今回はもう戦いません。あのね、よくね、あのバトルロイヤルでね、あの10位以内に入るとかで入れないよっていう人がいたら、これやってください。もうあのヘリコプターとか、あのホバーバイクで海の上で待機ね、あとあの線のギリギリ、うん、この縮まるね、セーフゾーンの線のギリギリで待機して、うん、あの勝手にあの他の人が戦って人数が減るのを待ちましょう。これが一番いいです。でね、こうやって自分の近くに落ちてきた武器の箱だけは拾って、あ、乗れなくなっちゃった。あ、しまった、水没だ。着地失敗してる。ということで、ハイジャックドの船のところのヘリコプターをもらいに行きましょう。ただもう縮まってきてるぞ、円が。大丈夫か、おい。まあね、これが縮まってきたぐらいじゃねえ。でも、金庫の時に相当頑張ったんで、うん。もうメディックを使ってね、ちゃんと直すやり方も分かってるんで、大したことないですよ、こんなもんぐらいだったらね。ちょっとの間だったら持つんでね、全然大丈夫です。はい、こうやってラジコンでね、また飛んでもらって、で、持ってまた武器拾うだけ拾って、で、まあ、敵がいたらちょっと倒して、ほんで、また上がります。でね、こういう風に、なんていうのかな、セーフゾーンのあの壁みたいになってるとこあるじゃないですか。あそこら辺のギリギリとか、その辺で飛んでたらいいんですよ。うん、そしたら下で勝手にね、うん、お亡くなりになっていってくれるんで、みんな打ち合いして。で、ここら辺でもしヘリコプターを撃ってくる人がいた場合は、そこからね、ちょっと離れて、で、まだ撃ってくる場合は、
もう飛び降りるしかないんですけど、ここでね鉄砲を向けて、下に今いましたね、木の下にね、だからこうやって鉄砲を向けて撃ってこないっていうことは下で多分戦ってるんですよ。もうほんでこんだけ狭まると、もう戦う人数が少ないんですよね。あと自分ともう一人になったんで、そろそろ降りましょうかね。もうこれで10位以内にね入ればいいんだから、例えばもう9とかね なったらもうそのままやられてもいいやって感じでね、降りても全然問題なく、あのスノードームっていうんですか、あれを取れるんでね。あ、いましたね。もうインボケーションで言わしましょう。はい、終わりましたと。ウィナーってね、こんな感じで1位になれるんですよ。で、ああいうやり方もあるってことです。まあ全然ね、もうこれでいいし、もうね戦うのがしんどいっていう時はこれで十分なんでね。だからキル数は5です。ほとんど倒してません。でもねポーズはバッチリ決めますよ。いやこれいいな、やっぱりこのエモート楽しいな。最後の2つは何なんだろうあのポーズははい、プロからそれでもねこうやって上がってね1位になるとマスタークラスに上がれるんですね。びっくりしますよね本当にね。あんな腕前でマスタークラスに上がれるんだからね。いやー悪いな、なんかね。んでまあ武器もねちょっとずつ上がって、これで2個もらいましたね。いやー今ね、だからスノーグローブトークンっていうのが正しい名前らしいです。スノーグローブっていうんだ。んでそれが今3つありますね。あー3つ、その横のニューイヤートークンもまた後で、またたくさんいるのかな、今からやってるってことを考えればね。願い事を叶えるには次6個いるんで、3つじゃ足りませんね。だからもう明日からまたこのスノーグローブトークンっていうのをね、また集めなきゃいけないのかって感じですね。ただデイリータスクが毎日これ一緒なのかな、違ってくるのかな。もう一緒であってほしいな、めんどくさいの嫌だからな。バトルロイヤル行くのにでもね、ちょっとねかなりめんどくさいって思ってる人なんでね、もうどうせだったらねもうマッチでね全部ね終わらせてほしいぐらいの人なんで、いやバトルロイヤルで10位内には1回入るって簡単に言うけど、これ入れない人も結構いるんでね、集めれるような他のこう救済措置もいると思うんだけどな。途中でなんか数とか増やしてくれるのかな、スノーグローブトークンっていうやつの。じゃないと多分エピック武器まで届かないんじゃないかな。これ何日までだったかな、2023年1月の11までなんでね、だからそんなに日にちないんでね、まあ早く集めてね回しきれるように頑張りましょう。ではまた次回を待て。